どうもどうも、イノベバーでございます。ノーミルクサトでございます。よろしくお願いします。今日こちら、ドン出ました。バイエルの主力半分入れ替え補強戦略。そんな入れ替えちゃうわけですかまあ入れ替わっちゃうって感じになりそうですけどね。ああ、はい。ジケル監督のもとってことですね。 そうですね。めっちょっと笑ってますけど、これ入れ替えタるぞっていう <laughs> その顔ですか、これはどういう顔ですか。そうかもしれませんね。<laughs> ってことで、じゃあ主力と言っても一体どんな選手が誰が抜けて誰が入ってきそうなのか、も早速、えー、見ていただこうと思います。みろはちゃんやってますチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日シート二枚でございます。こちら一枚目ドン。どんうんレッこれほぼ決まってるってことなんですか今日の昇格まあ確定も半分ぐらいいるけど、まあ噂ですね。うん はい、左側とかで左側にいらっしゃる皆さんが今シーズン優勝勝ち取った各ポジションずつの選手になっておりますとその中で黄色になっている皆さんが抜けそうといった面々でございますとどんな選手がちょっとどこに抜けそうなのかそして誰取りそうなのかってことも踏まえながら、まあ、右側の表を見ながらちょっと見ていこうと思いますとまずなんで主力がこんなに抜けそうなのかって話からなんですけど。うん まあやっぱり結局、優勝自体はできたけど、うん、ちょっとバイエルンらしくないシーズン途中の監督交代だったりとか、はい、ちょっとフォーメーションとか、そもそも戦術画とか、まあ、ちょっとごた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 、いろんなものがバタバタ変わっちゃったっていうのが、選手たちからしても、何が起こってんのみたいなところになってしまったのと、あとなんか、ね、我々のこの預かり知らぬところで、なんかこっちの方とか、うん、あとなんか裏方の方の解任とかもあったんですってね。うん、ああそうですか それがちょっとチームに対しての信頼度が落ちたっていうのが選手たちからもあったみたいで。まあ、体制がね、変わって、ことはよしとしてないってことでしょ、カーンも、なんか、してないところにいたカーンもね、えー、こう。っていうところというか、はい、そうなんですよ。はい、ってことでちょ、チームの皆さん的には、まあ、まあ、人によってもあの、このチームから出ていきたいっていうふうに思ってる人もいれば、うん、チーム側的にも売りたいと思ってる人がいたり、とうと、ん、うになっているということでございますと。うんうんうん で、まあ、その中で、まず一人いるのが、今シーズンちょっとね、ブンデスってか、ドイツ市の方でちょっと、残念な気を、なんかね、あれになっちゃった、まあ、マネ選手。マネ選手、はい。マネさんがね、まあさ、さ、うんブラ、ブラジルじゃない、ドイツ市の方でね、最も今年期待外れだった選手みたいな感じに上がっちゃったんですって。まあ、でも、そりゃそうというかね、本当だったら彼だ、うん、ったら、2桁得点、2桁アシストが多分必須なところで多分来たってのもあったと思うから。 まあそもそもワールドカップ前のところで怪我もあったじゃんっていうのもあると思うんだけど、うん。まあそれも含めてってことなんでしょうかね。でしょうね。うん、まあってことで、まあその真根さんもたらやっぱりちょっと、あのー、ブンデスからまたもう一回プレミア戻りたいなというふうに思ってるみたいなので。まあリバプール含めてチェルシーとか入荷するあたりが今ちょっと狙,狙ってるとの模様です。はい。 そして、えー、もう何人かいるんですけど、えーえー、今回、オランダ、アヤックスから今年やってきた若手のクラーヘンベルフさんだったり、うんうん、バイエルンの象徴とも言っているのはキミヒさんというオランチだっあり、うん、あ出るのなんか出たいってことで。ク、えーえー、ラーヘンベルフさんに関しては、出るか、もしくは来年あの、このバイエルンというチームで何試合以上出場させてくれみたいな契約にするかの、まあ、二択みたいな。そんな契約はあるんですかあるんですって。へえー。 もちろん怪我とかになったらのままと思うことになると思うんだけど、ね、っていうことがあるみたいで、この施あまり出られなかったっていう、そのキャリアが本人にとってもすごく嫌だったみたいですから、まあそういう、まあど,どういう決着になるかわかんないけど、そんなことが起こりそうです。どどで、まあ次の君妃さんに関しては、まあ理解はするのが、バイネルンがどうじゃなくて、バルサが欲しいんでしょうね。うん、ああう要はプスケッツが抜けたのって、うん、 いやその後釜として考えられる選手っていうのは世界にそういないというところで君、引きてくんねえかみたいになってる、うん、そうパルなんですあだからもう本人はなんか抜けそうな感じしないんであれですけどだからちょっとお金的な問題とか、うん、まあそういうところになってくるのかなと思いますけどねそんな感じですと、はい、だからここまではまあいいんですけど、まあ、よくないんだけど、うん、まあよいいのが問題次なんですよ。うんはい サイドバックなんなら、全員出ていきそうなんですよ。いや、ね、すごいね、これ右。そう、パヴァール、マズラビ、サール、あとなんなら、デンビスだって左抜けそうって,抜うって、抜けそうなところもあ。労働組合がなんか動いてるんですか、これ。わかんないけどね。サイドバック協会がもうストライキーですか、これ。<laughs> な何なんですかね。 まあでも確かにパワールもマズラビーもサールもまあ出たっちゃ出たし、うんうん、でもじゃあなんだろうよだいたいこういうと信頼度とかあったりするじゃないうそうか絶対的レギュラーの気がしないってことか、うん、っていうのもあったりするんですよねはははははバランスよく出した結果とかみんなやめちゃったみたいなそういうことですかそうなのよね、えー、だからこういうふうになってるからからか先に言っちゃえばバイエルンは今カイルウォーカー狙ってるんですってああなるほどねうんトップクラブは難しいですねこれマネジメントみんなやっぱりこうね 一流トップトップの選手だからね、常にまあ可能性あるよね、うんうん、特にこの中でも、一番下のサール選手なんかは、センターバックもできる選手なんで、うん、まあセンターバック、サイドバック両方できるからとか、なんか給料ちょっと、年俸アップとかってうので、うまく残すしさえすれば、ウォーカーに何,あ何かあったた時にもサール出せるからとかっていうのもあると思うんで、うんうでね、どうにかするでしょうけど。 ハーバール・マズラビアは一0代中盤なんで他のチームからも全然狙われてるので、まあ、抜けてもまあ、ちょっともうしょうがないってところはあるかもしれませんね。はい。で、他にもまあ、カンセロさんだったり、ディフェンダー・リュカ・エルナンデスさんあとブリンドさんあたりも抜けそうだというのもあり、あと極めつけはここもしょうがないのがヤン・ゾマー選手ですね。はい。だってキーパー・ノイアー戻ってくるんですか うん、もう守護神じゃなくなりますからね。うん、そりゃあまあそりゃあとも言えないけどただキーパーに関してはまさに皆さんちょっと見ていただきたいのはかかすごったもんね、確にそうなのよね。うん、ただバイエルのキーパーノギアはもう三十七なので。うん ゾバーも34、ウルライヒも34と、みんなも30代中盤以上だから、もっと20代そろそろ取った方がいいんじゃないっていうふうにはなってきてるからね。でもなんかドイツのキーパー、しかもバイアルのキーパーっベテランのイメージありますけどね。まあ、かなりもうね、やっぱりね。おじさんのイメージありますよね。そうなんだよね。ノイヤーで若く見えてた方ですけど。そうだよね。まだこの5年ぐらいはなんか一応に大っていう気もしませんノイヤーはね。まあそうなんだよね。実力でのカルルまではね。ありえそうだね。 まあ、ということでの放出候補になっておりますと。うん、逆に獲得としては先ほどのウォーカーに続いて、一応確定組としては、ドルトムントから左サイドバックにゲレーロ選手、うん、あとはライプティヒからコンラット・ライマー選手の獲得が既に決まっているというところでございますと。はいはい、まあ、ただその他がちょっとは半端じゃなくてというか、うんえー、ナポリのキム・ミンジさんがどうやらバイエルに来そうと。おおそうですか。 そうなると、来期のセンターバかは、うん、デリフとキム・ミンチェ。うんいいね、なんかちょっと跳ね返し系というかね、うん、はちゃめちゃこう、いいかっちい二人がそれそうですけど、そこに左デイビス、右ウォーカーって、なんか本当、ね、ね世界選抜みたいなメンバー取っちゃいますけどね、すごいメンバーでございます。うん、で、ほかにボランチとしてはもう一人、ウエストハムからイングランドのデクラン・ライセ選手を今、競争してますけどね、うん、いろんなチームで。 まあいくら金かかってもちょっと取ろう。まあ、君火が抜けてしまうんであればライス取ろうみたいな感じになってるから。うん、はい。ただ、ここまでもまあいいんですけど、うん、最後よ、センターフォワード。うんうん、センターフォワード一人ガンとした選手はやっぱり取ろうとしてらっしゃるのが今年のバイエルンです、うん。はい、は,はい、はい。 まあ、レバンドスキー抜けてちょっと苦労したシーズンだったっていうのはやっぱりありますからね。で、2列目はそもそもミュラー、あとムシアラ、コマン、サネ、ニアブリ、まあいろんな選手いますから、センターフォワールさえガンとした選手揃えば大丈夫ということで、今上がってるのはハリー・ケイン、コロムアリ、そしてアタランタのホイルンド。ホイルンド。ホイルンドが今ノルウェーかなノルウェーの方でネクスト・ハーランドと言われてる選手。あ、そうですか。 まあだから、いずれにせよセンターフォワードでやっぱ2桁は全然いけるよねって皆さんですね。はいはいはい。を取ろうとしている形でございます。えー、まあとってもこの中で一人ですけどね。そ、ねね、うなのよね。そうですか。これちょっと気になってるんですよ。2, 2列目のこの17歳のイブラヒモビッチ君というのがいるんですか <laughs> これどういうことなんですか先生これ息子さんとか,ですかいやそう。いや違うんですよ。えー、す国籍も違うんです、ね。えー 国籍も、ね、<る>スウェーデンじゃなくてドイツとコソボのハーフだったんですねあそうなんですねまだ高校生の子でございます すごい名前をしょっていますね、これね。そうですね。彼らがそれこそね、コマンとかサネとかのところぐらいまであとは上がってきてくれれば、まあいいってなるけど、そのレベルにあと2、3年はかかると思いますから、最低限。なるほど。はい、その間を、まあ誰で保っていくかってことになるんじゃないかと思いますと。ありがとうございます。で、それ踏まえた上で、来年全員が来てくれるんであれば、こんな感じだよと、左側だけ変わりましたと。来輝のメンバー、こんな感じになる可能性があります。なね いずれにせよ、まあ、全員ある程度取れるんであれば、うんまあ、センターフォワードさえ誰か、このエース掴めれば大丈夫じゃねってのは思うので、そこだけどうにかしていただければって感じでもん場合はいや、ちょっとあの 2>,、うん、2人ずつにしたかったら、僕 <laughs> <で>勝手に変えたんですけど、そうなんですよ、うんうん。という感じでございます、うん、なるほど バイエルンでございます。キム・ミンジェ、いいな。日本人も一人入ってほしいな、バイエルンさ行ってほしいですね。本気はないですかね。今はまだなさそうですね。こ、うん、の辺にやっぱ一人ずつぐらい送り込みたいですね。そうですね。板倉くんなのか、それとも数年後にやっぱチェイス・アンディくんなのか。そのあたりなすか、かやっぱり。そうでしょうね。や、うん、ってほしいですね。わかりました。いいんですよ。遠慮しないでいいですからね、バイエルンさん。